みなさんどうもこんにちは、イカクです。本日もイトボールアプリやっていきたいなと思います。今週ですね、フォートレスの新ガチャが来ましたが、みなさん引きましたでしょうか。僕はですね、生放送で引いてしっかりと昨日の動画の通りに育成してガチ疲れ使ってるんですけど、3人ともめちゃめちゃ強い。正直フォートレスの新スキルの効果が目に見えてわかるかって言われると全くわからなくて、まあ、なんとなく後半リードしてる時強いのかなぐらいなんですけど、そもそも3人とも乗るか高いのでシンプルにガチスカに入れてるって感じですね。でこのメリットはですね、一応サイドバック型で育成したんですけど、センターバックで使っても全然強かったので、まあ、やっぱりサイドバックメインで育成しつつセンターバックでも使うみたいな、そんなスタイルがいいんじゃないかなって思ってますね。っていうところで、まあ、この3人で現状満足してる自分なんですけど、一つどうしてもやりたいことが出てきちゃったんですよね。そう思い立った時、僕はガチャを回していました。ということで今回は突発魔改造シリーズフォートレスチアゴシューバ編やっていきたいなと思います。皆さん、男のロマン叶えますよ。本当の要塞とは何なのか、本当のフォートレスとは何なのか、この能力でしょう。ディフェンスセンス99、ボールダッシュ99、そして TS100 で守備意識99のアグレッシブネス92、これこそ本物の鉄壁でしょう。今回はこのチアゴシューバーを使ってがっつりオンラインやっていきたいなと思います。実はですね、今回チアゴシューバーこんな振り方をしたんですけど、割と戦えそうな能力ではあるんですよね。ディフェンス能力だけではなくてフィジカルやスピード瞬発も最低限はありますので、今回は昨日の動画のチアゴシューバーではなくて、こっちの魔改造チアゴシューバーを使って本物の要塞とは何か、韓国艦とはこういうことだということを皆様にお見せしていきたいなと思います。ということでいきましょう、レッツゴー。さあマッチングいたしました、よろしくお願いいたします。オッケー、見てダイクとミリトンの絶好調で支えてる感じ、悪くないね。そしてチャルハノールがライブアップデート A なのに不調というね、かなり厳しい状況なので、こうしましょっかね。オッケー、これでいきましょう。さあお相手さんはこちらのスカット、よろしくお願いします。いやなんかさ、今までもさ魔改造とか言ってディフェンス能力爆盛りにすることはできたけど、そういう場合って大体スピード瞬発とかフィジカルが終わってること多かったじゃないですか。ただ今回のチアゴシューバー違いますから、さあ見ていきましょう、よろしくお願いします。サッコ集中だよ、ナイス負けでね。サッコ奪ってピルロから前、はいここよ、ディアビ逆サイ、さあデューンフリーズから無理にいかない、無理にいかなくてナイスよディアビ、はいここダブルタッチからムバッペ惜しい、よーし OK。 さあこれは PK じゃない、よし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 、これダブルタッチ効いたね。ダブルタッチで前入れてクイッていったところ、あれあれ寝とべ、いや見なかったことにしましょう。これは PK です。はい皆さん、決して寝とべではありません。さあここはいや行こうか行こうか、フォートレス、フォートレスであるゆえを見せていきましょう。さあフォートレスチアゴシューバー、ここはど真ん中に思いっきり打ち抜いてくれ、はいズドン、オッケー。さあチアゴシューバーが決めていく神展開です。まさかのまさかの魔改造チアゴシューバー、得点で貢献していく。さあミリトン、ミリトン、いやっとミリトンがかわされる、これまずい。さあチアゴシューバーどうするか、チアゴシューバー、チアゴシューバーいるのよ、ファンダイクが、ファンダイクがいてチアゴシューバーのクリア、素晴らしすぎる。さあこう中入れちゃって、デロベロからワップきた、入る、入れがゴジゴリ寄せ、なんぜそこゴリ寄せない、もう体でさ、チアゴシューバー押し目に競り勝っていく、あ待ってここ重要、ここめっちゃ重要、ここめっちゃ重要。さあファンダイクからこれ当たって、ナイスフォートレス、それははい待ってミリトン、これまずいね。さあただやばいかもこれ、いやマジか、そこやられるか、フォートレス直前で、おい見せたかったもの、なんでこの直前で見せられなくなんだよ、もったいなすぎだろ、おい今の守れればフォートレスだったのに、ヒカックの沼がヒカックすぎる。さあ後半やっていきましょう、いいのよ、取られたら取り返す、倍返しなんでしょマジで、絶対取ってフォートレス状態にしてみせるわ。さあちょっと交代も切ろうか、さあミリトン、こういうところロドリー強っ、え待って見た今のチアゴシューバー、やばすぎるでしょ今のは、めちゃくちゃ押し面から強烈な奪い合いしたけど、すごい今の。さあマッペこっち、ピルロからマッペ、もう一回よっしゃー、オッケー、チアゴシューバーからのカウンター、いやさっきの奪い方やばかったよ。えちょっと待って、リプレイで10回ぐらい流しといて、え今のやばいて、えこれがガチの要塞か、
はい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 、オッケーオッケー。そしてカウンターで逆転してフォートレス発動と、最高の流れでございます。そしたらここで、クロースとそしてフィルミーノ入れて、これでいきましょう。やべえ、もう失点しないでしょさすがに。さあ今現状フォートレスが発動しております。はい、発動しております。フォートレス警報です。プインプインプイン、フォートレス、現在フォートレス、現在フォートレスが発動しております。はい、さあちょっと重いよ重い、大丈夫、チャオシバ、ナイス。奪えるか、ロドリで寄せていく。さあロドリで寄せて、ファンダイク、ナイス。チャオシバ落ち着いて、おしめ、大丈夫。うわ、危ねえ、今の完全にフェノミナルフィニッシュだったね。さあ相手のフェノミナルも出て、もうお互いショータイムの殴り合いよ。新スキル対新スキル、どっちが勝つのかと。フォートレスなのか、そしてフェノミナルフィニッシュなんだ、どっちなんだいっていう、どっちなんだいって話ですが、さあロドリー、まずいねこれ、ちょっとバタバタついてる。さあこれ危ない、ナイス、フィルミノからやっと割っていく。さあということで、見ましたか、あのチアゴシューバのボールダッシュ、あそこからゴールが決まり、デビュー戦勝利でございます。これは気持ちいいわ。選手表で、ちょっと待って、みんな見て、ムバッペ MOM なんだけど、その下7点、チアゴシューバ7点。さあ2試合目マッチングいたしました、よろしくお願いいたします。いいですね、チアゴシューバが好調になって、そして見てください、ムバッペ、ディアビ、チャルハノール全員絶好調。お相手さんのスカットはこちら、いいですね、コンパクトなスカット、よろしくお願いします。さあなんとお相手さんも見てください、登った太陽二度と沈まなくなりますよと。さあヌリボーさんの名言やってまいりました、ひな壇全員スタンドアップ、よろしくお願いします。いやマジでさ、今回ネタ会の予定がリアルにチアゴシューバ、このまま新バージョンでガチスカで使う可能性あります。はい、さあこれやばいね、これまずい、これまずい、これ寄せて大丈夫、チアゴシューバ素晴らしい、チアゴシューバ素晴らすぎる。さあこっからカウンター、いいよ、いい守備から、いい攻撃はいい守備から生まれる。タイムアップ、裏取って、これ出るね、裏出るね。さあ来る、ムバッペから前入れる、いや惜しい。さあこういうところの守備は難しいけど、ちょっと待ってね、やばい、それは無理だ、うわーこれは危ねえ、嘘、シュマイケルマジナイス、今の完全にやられたと思ったらシュマイケルがしっかり止めてくれる。さあムバッペパス通る、これ通る、これ来た。さあディアビー、ディアビー、いやーラッキーだったけど、これが決めきれない、ディアビー。はい、ということで前半終了、ちょっとどうでしょうか、決めきれないシーンが多かったので後半集中していきましょう。そしたらそうね、チャルハノールの位置に中田さん入れて、これでいきましょうか、 OK、 これいきましょう。さあこれサイド出したい、 OK。 さあデューリス上がってくる、さあここで出す、ナイスよ、ディアビ追いつけ、来た、ディアビ、いやー決めらんない、惜しすぎる。いや今よく追いついたけどね、ディアビね、追いついて反転してシュートまで持ってきましたが、あと一歩、いやディアビの1ミリあったけどな今。うわー決めきれないか、オッケー。さあチャウシューバー、全然空中戦勝てるな、183センチだよね、全然いけるわな、結構空中戦厳しいかなって思ったけど、いや全然あるな、全然あるなこれ。さあここをネイマール、大丈夫、オッケー。さあ素晴らしいよ、ミリトンから前、いいカット、ムワッペ、ネドベドから逆サイド、神パス、神パスすぎる、来た、よっしゃ、オッケー、すべて見えてた、ネドベドのパスが神すぎる、オッケー、最高のカウンターです。さあここでフォートレス発動でございます。さあ守備集中、大丈夫、フォートレス軍団なら大丈夫、気をつけて中切ってくるけど、待って、チアゴシューバーこれ当たらないようにして、ナイス、ミリトン、ミリトン天才か、ちょっと待って、これやばい、これやばい、ナイス詰め、よく詰めた、ファンダイクがよく詰めた、読まれてるかこっち、ディアビから、はい、ムワッペ、いやーよく足出してるわ、それはナイス、マッチアップナイスよ、デューフリース、もう一回中入れたい、入れる、いける、いける、いけー、惜しい。さあということで1対0、これは最強の要塞じゃないですか。いやでもすげえリアルだな、こういう展開あるんですよね。結局この試合もなかなかフォートレス状態にできなかったと思うんですけど、まあまあまあこれがリアルな感じですよね。ただ2連勝気持ちいい。
登った要塞、二度と沈まなくなりますよ。さあ3試合目いきましょう。まあ今週に関してはダイクとミリトンがライブアップレートいいので、コンディションの波小さいチアゴシューバと組み合わせたら全然調子は問題なそうですね。オッケー、これでいきましょう。いやマジでいいな、この育成ネタ抜きにありかもしれません。まあ言ったらさ、もう最初から一人だけフォートレスみたいなもんだもんね。いや僕みたいにリードする展開がそこまでない人にとっては結構ありな育成かもしれないですね。さあラストやっていきましょう。3試合目、これはもう負けても勝っても動画化するからね。さあいいよチアゴシューバー、さあこんなパスなんかも見せちゃっていいね。3連勝するよ、絶対するよ。さあデューリーしたらやばいね、それやばいね。ちょっと待って、これ気をつけて、ミリトン裏ケアしてナイスよ。さあこう当たらないようにして、大丈夫大丈夫、オッケー、ナイスチアゴシューバー、偉すぎない、今のシュートブロック偉すぎる。さあこれ勝てる、勝てないか、勝てないが、これまずい、まずいチアゴシューバー、頑張れ、これいける、これ勝てる、これ勝てる、いやー神だ、チアゴシューバー神、今のもすげえわ。さてさてさて、ちなみにさっきまでね、リーズ対ブライト見てたんだけど、あの試合も一瞬で過ぎたな、めっちゃ面白い試合展開だったな。ちょっと待って、これやばいね、これやばいね、これまずい、あぶねー、ナイスダイク、よく勝っていって、さあこれこっちに出す、ナイスよ、通るか、通って、よし、オッケー、裏ナイス、いける、これもオフ、マジか、超ギリだと思うんだけどな。うーわ、さあちょっとね、いい展開はめちゃめちゃあるんですが決めきることができない。オッケーオッケーオッケー、後半いきましょう。まあリアルだな、この感じなんだよな、いつも結局ね、この展開でいくと今のところはフォートレス発動できてないですから、早くフォートレス状態に持っていきたいですよね。そしたら迷うな、中田のあっちゃん入れましょうか。オッケー、これでいきましょう。さあひりつく試合展開です。結局ね、僕この3試合中2試合は交代の頭からフォートレス発動できてないから、こういうことがあるからこのスキル難しいですよね。さあムバッペがスルーパス出して、中田のあっちゃんから一番奥、いいパス来た、いや完璧だ、見た、いや素晴らしい、この流れ良すぎる。中田のあっちゃんのパスも最高だし、スーパーサブできた中田のヒデさんから、そしてクロースからのディアビー、最高っすね。中田のあっちゃんって、中田のあっちゃんは違うのよ、エクストリームの方なのよ。それはここをネロベロから前へあるよ、あー取れないか、いやー、あとちょっと、チアゴシューバー勝てる、いやーここ競り勝つの強すぎだろ、ちょっと待って、やばい、待って、今の競り勝つの、そこはそんな上げてないんだけどな、ヘディングとかはね。さっこ集中、いやー神すぎる、いやこれは勝ったね、多分普通に、マジか、ちょっとすいません、最強センターバックできてしまったかもしれない。ここもほらチアゴシューバー、いやーちょっとすいません、これはねリアルに強いわ。ちょっと僕の得点能力が少ない中、1点差の試合だからこそ、ちょっとチアゴシューバー含めた守備陣のね強さってのが光ってきますよね。見てよ、ほらもうチアゴシューバーノリノリだからね、ヘイサイヘイっつって、マジか、かわいいチアゴシューバー。選手評価、いやー強いね、 6.5 よ、3人とも素晴らしい評価、いやーちょっとね良かったっすね、マジで想像以上にガチ性能だし、まあ、やっぱ1試合目のあの奪い方だよね、あれちょっと衝撃的だったんで、はい、これはなかなかチアゴシューバの強さ見せられたんじゃないかなと思います。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。欲しくなった方はぜひフォートレスガチャ引きに行っちゃってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。